皆さんこんにちは。今日は SNS の活用方法についてちょっとご説明したいなと思ってて、まず紹介したい SNS なんですけど、僕が使っているのはメインで使っているのは Instagram で、次は Facebook、 そして最近始めてるのは YouTube。 この3つが僕の SNS の、今基盤になっているもので、一番メインで今使っている SNS が Instagram です。で、インスタグラムはまず第一にスタイル写真、一番はやっぱりこう来てくれてるお客さんに見てもらいたいっていうのが一番あって、こうみんないろんな情報のある中で、こうどの髪型にしたいとか、こういうのもあるんだっていうのがやっぱ分からない人もやっぱり多いので、その中でこう僕は自分で作ったスタイルを SNS で発信して、インスタグラムで発信することによってつながっているフォロワーさんたちに見てもらって、今度こういう髪型にしたい、こんな髪色にしたい、こんなパーマにしたいっていう風に、どんどんこうお客さん自身がこうアイデアを出してもらって、僕が仕事できやすいように活用してます。と次は YouTube で上がってる動画を、まずインスタグラムの方で YouTube を見て、動画を見てもらって、そこから YouTube に飛んでもらうようにして、と2つのツールでこうアカシュ と僕自身がこういうふうに動いてるよ、こういう活動をしてるよっていうのを動画をまず上げてます。あとインスタグラムは僕 Facebook と連動して、と普通の個人のアカウントのプロフィールにしてるんじゃなくて、企業アカウントにしてるので、スタイル写真をまずどれぐらいの人が見てくれているのか、どれぐらいの人がこう保存をしてくれてるのかっていうのを見て、自分の中でこう、あ、こういう写真は人気あるんだな、こういうスタイルは人気あるんだなだったりとか、あ、もしかしたら若い人たちはこういうのを、今欲しがってるんじゃないのかなっていうふうに、こう自分の中でこう判断できるようにするのに、するためにも、プロフィールのアクセスだったりだとか、ホームページへのアクセス、あとアクティビティって言って、自分のアカウントがどれだけの人たちにこうリーチしてるのかっていうのも見れるんで、自分が発信したものがどれぐらい広がってるのかっていう、こう判断がすごいしやすくなるんで、僕はこれを企業ページにしてやってます。Facebook は意外とこう Instagram だとこう知らない人たちが見て、自分の投稿を見て、来てくれたりとか、例えばメッセージをくれたりだとか、まあそれをスタイル写真を参考にして他のお店に出したりとかするんですけど、 Facebook はよりこう近い人たちが友達とかになっているので、実際に本当にお客さんで来てくれている、そういう人たちがこう Facebook のページを見て、スタイルを提供を求めに来てくれたりとか、そういうことで Facebook は活用されてます。 YouTube は今うちのアパッシュのコータが基本的にカメラを回して編集をしてくれて、僕が最近多いのは自分のお客さんとのこうドキュメンタリーをすごい大事にしてて、自分の仕事に対して熱意のある人間がものすごく多くて、その人たちのかっこいい姿、バーバーでこう見るオフの姿からのこう自分の仕事をしているオンの姿っていうのをこうみんなに発信してもらって、で特に旭川でこう活動している人たちなので、旭川の人たちに見てもらって旭川全体をこう盛り上げられるように、ぜひちょっとチェックしてみてください。 SNSまだ僕が使っていない、大きなこう媒体としては、Twitter と TikTok、 この2つは結構若者に人気があって、でも僕が使っていない、理由としては拡散力がものすごくあるこの2つなんですけど、意外とこう結びついてくるのがすごい難しいっていうか、まだやってないからこそなんですけど、ちょっとわからない部分があるんですね。動画をやってるからこそ、TikTok だったり Twitter、スタイル写真は特に Twitter とかもより拡散力があるのかなと思うんですけど、この2つをこれからはちょっと意識して使えたらなと思っているんですけど、ざっくりこの SNS について説明させていただきました。結論から言いますと、SNS を通して僕がこう活用している意味っていうのは、一番はお客さんがやって、僕は今仕事をさせてもらっているので、お客さんとのつながりをより深めるっていうことと、
SNS を使って僕はこういうことを、まあ、スタイル写真だったり、YouTube の動画であったりそういうものを通して、僕自身のブランディング、やっぱりこの仕事をしているからこそどこで切っているのか誰に切ってもらっているのか、やっぱそういうことの存在意味存在価値っていうのが自分自身につながってくる、それがこうお客さんに返せる、還元してまたお客さんがそれを信じて僕に髪を切りに来てくれる、なんかそういうツールであって、そのやっぱ SNS なんじゃないかなと思って結構 SNS を利用しています。では、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そんなに言うそれでは、See you。